トイロ原作オールラッシュドラマ&キャラクターソング CD 第3巻。ん？ああ、龍之介か。どうした？プロデューサーに黙って立たれてると怖いんだが、何しに来た？パソコンの電源が落ちてる。モニターも真っ黒。はあ、本当何しに来たんだ。仕事の邪魔するな。ああ、株やったり配信眺めてる千里さんの姿ばかり見ていたもので、新鮮でした。何なんだ。すみません。実はめでたいお知らせを持ってきました。はあ？千里さんと僕のデュエットが収録された CD が発売されます。なんとめでたいことでしょうか。ん？ああ、そんなのやったな、そういえば。お前にスタジオ連れてかれて。ええ、尊敬する千里さんと歌えるとは、なんという栄誉。一位龍之介、生涯に悔いなしです。大げさな。でもあれ、歌詞面白かったな。妙にシビアで。それはともかく、持ってください鉛筆を。あたりが泣けましたね。ま、結構愉快な経験だった。今後役に立ちそうだ。千里さん、あの歌しばらく口ずさんでたでしょ。気に入ったんですね。おお、可愛げない大人になったな、あたりな。昔の話は。なんだ、お前の可愛かった昔の話でも暴露されたいか。出会った時は映画が大好きな高校卒業したばっかの世間知らずで、可愛く懐いてくれて、俺の誘いで簡単にアニメ業界に入ってしまったほどなのに、こんな笑顔が怖い大人に、一体誰がこんな風にしたんだ。犯人は千里さんですね。俺は無実だ。まあ千里さんだけのせいではありませんが、この業界皆さん悪も癖も強いので、強くならないとどうにもなりませんし。それはまあ、僕は今の僕を気に入ってますね。出た、ナルシスト発言。失礼ですね、ナルシストとは違います。オールラッシュドラマ&キャラクターソング CD 第3巻は2023年12月22日発売です。価格は税抜き3000円。出演は一位龍之介を小野勇気、千里明を浜野大輝、金倉友を千葉翔也の豪華キャストでお送りします。発売をどうぞお待ちくださいね。楽しみにしててくれ、よろしくな。元気印の新人組、金倉友、西園寺幸村、小泉ゆる、重森アナンが出演する第一巻。頼れる先輩伊須隼人、嬉野守が出演する第2巻も発売。こちらもどうぞよろしくお願いします。どっちの曲も聴いてると癖になるんだよな。軽妙で楽しいですよね。歌詞はシビアだけどな。なんか大丈夫なのかよ、この業界ソング。心配になったぞ。ええ、痛いほど気持ちがわかる歌詞で。椅子と嬉野の歌なんか、中間管理職の辛さとけなげさにちょっと泣きそうになった。締め切り守ってあげてくださいね。ち、オールラッシュ。